皆さんこんばんは、クックパッド株式会社の根岸と申します。ゴジェネレーターっていう題で発表させていただきます。僕ネギポっていう名前で活動していまして、ポログっていうブログを書いてます。レールズ駅は大体半年ちょっとぐらいで、ずっとペーペープログラマーっていうので SE をしてたんですけども、なんか最近 Google で2位になっちゃったので、だんだんペーペーじゃなくなってきてる感じがします。ありがとうございます。ちなみに業務歴大体1年です。はい、アジェンダです。ゴジェネレーターっていうのを作りました。そもそも何をやりたいのかっていうお話をして、具体的にどうやったのかっていう話をし、で最後にデモっていう流れでいきたいと思います。何やりたいのかっていう と、日本語の文章のグリッチがやりたいと。グリッチっていうのは何なのかっていう話なんですけども、こんなワンライナーを書くと、こういうふうに画像が歪むっていう、いわゆる歪ませるっていう意味ですね。でそれを日本語の文章でやりたいと。で元々は音楽系の用語なんですけれども、日本語の文章でこう歪ませるっていう例だと、例えばバローズカットアップとかがあります。こう文章をメタメタに区切ってしまって、それをメタメタにこうつなぎ直すと。で僕が、バローズカットアップでもう作ったアプリが一つあって、でそれが狂人っていうやつです。でこれ Twitter 上で結構有名で、すごいお気に入りに入れられまくったりしてます。で、カットアップっていうのはその必要となる文章サイズがすごい大きいんですね。なのであんまり簡単にこう扱えるものじゃないと。だとしたら、こうちっちゃい文章に、ノイズを混ぜるような手法がいいんじゃないのかっていうふうに考えました。で、文章のノイズといったら5字なので、そこで5ジェネーターっていう発想に至ったわけです。じゃあどうやるのかっていう話なんですけども、まず5字の定義っていうのを見た目の類似した漢字と定義してあげます。でその上で、漢字をこう類似度探索して、こう上位ペアで置換してあげるような仕組みを作ってあげれば、うまくこう5字が混ざるんじゃないかっていうふうに考えました。で具体的には、R マジックを使って、漢字をこう、ラスター画像に落としてやり、でそれぞれのこうピクセルの一致数っていうのをカウントしてやることで、類似度探索をしてます。でこんな感じの、上位ペアを探すとグラフネットワークが描きまして、で結構注目すると面白いデータとかがいっぱいありまして、これ例えば他と犬っていうのがつながってるんですけども、これを考えると伸び伸びたが伸び伸びに変化できるソフトウェアが作れるんじゃないかっていう感じですね。というわけでデモです。こんな感じのインターフェースで、文章を入力すると、例えば東京っていうのを入力し送信すると、東京が東塚になり、東市になり、東源になり、宅源になりっていうような、こうどんどんこう語字を混ぜ込んでいくっていうフィルタリングが可能になってます。で、文章なんか考えられないよっていう人には、こう強靭 API、 さっきのやつがあるので、こう意味のわからない文章を返してくれる API を使って、文章を入力できると。でそうするともともと全く意味のなかった文章にさらにこう語字が入っていって、全く意味がどんどんぼやけていくっていうよくわからないソフトウェアになってます。で、API を提供しておりまして、この API を使って1個、グリズモキを書きました。でこれは Twitter 上にこう投稿すると、その投稿内容が語字となって、こう投稿されるっていうグリスモンキーなんですけども、これはなんか社長の半ズボンがとても寒く見えるのでやめてほしいっていう、なんかいわゆる悪口なんですけども、こう悪口を入力すると、こうサツサラの手ズボンはとても小く見える、見えるのでやめてほしいみたいな、ちょっとこう意味がぼやける感じですね。でそういう感じでこうもうなんか柔らかい感じでこう悪口を書くといった用途に使えるんじゃないかなと思います。まとめです。日本語のグリッチができました。意味不明文章が超かっこいいと。でさらにこうコピペとかで論文を制作しても、著作権に違反しない文章が書ける。でさらにディスコミュニケーションを誘発します。例えば明日午前10時集合ねとか書いても、明日の午前1時集合になってしまう。これすごい楽しいことです。で、世の中はすごいもうこう便利なツールがいっぱいだと思うんですけども、こう世の中をもっと不便にするツールっていうのも楽しいんじゃないかっていう感じの、発表でした。goji.prog.org で、公開しております。ご清聴ありがとうございました。サイトスケープっていうソフトウェア、Java 系のソフトウェアなんですけども、もともと情報生物学の分野で、タンパク質間相互作用ネットワークを、描画するためのソフトウェアなんですけども、それ結構性能が良くてすごい使いやすいので、僕は結構ああいうグラフネットワークを可視化するときにはサイトスケープを使ってます。はい、はい、距離で割ってして、ああそうですね、ピクセルの一致数っていうのを、単純に正規化してあげて、一番近いですね。違います。アルゴリズム的には、上位3つのうちをランダムにしてます。でならないようにしてます。であとその、全部が変化されちゃうと、さっきの例みたいに意味が分かんなくなっちゃったりするので、ある程度こう伝えたい人は伝えてあげられるように、どれだけこう語字を混ぜ込むのかっていう割合も設定できるようになってます。その辺は API の、使用が
ブログの方に書いてあるのでご参照ください。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあどうもありがとうございました。